と誘われて焼けつく恋のアペリティブ本気か嘘つきシャイな眼差しピンクイカサロバンフォーレンラー太陽に Kiwi, papaya, mango, dole. 嬉しい恥ずかし真夏の噂。君たち Kiwi, papaya, mango, dole. 咲かせましょうか。フルーツスキャンダル。
So she ran down.
今着こなしの主流はニュースクエア。ベーシックでスクエアな服をあなたの感覚でソフトに、そしてより女らしく演出しましょう。ポイントはバッグ、ベルト、そしてスカーフなどアクセサリーのコーディネーションです。月曜日、1週間の始まりです。白のコーディネーションは着る人の気持ちを引き締めるばかりでなく、あなたのオフィスに爽やかな風を送ります。でもリッチなフィーリングを忘れずに。火曜日、ブルーニットアンサンブル。着やすいニットはオフィスワードロープには欠かせないアイテム。素直にさらっと着こなすのがコツ。水曜日、オレンジワンピース。ワンピースにはジャケットを組み合わせてカジュアルな雰囲気に持っていきたいもの。一枚のスカーフをプラスするだけであなたのセンスは光ります。木曜日、もう水玉やストライプを怖がってはいけません。あくまで無地感覚で大胆に取り組んでみましょう。冒険には勇気が、でもそれ以上に大きな発見が待っているはず。水玉コートワンピースに水玉ベルト、水玉スカートの組み合わせ。金曜日、これはホットラインは内線424で紹介されたコーディネーションですね。赤いワンピースにワンポイントの黒、ともすれば強烈な印象を与えるものですが、さりげない着こなしとコケティッシュな仕草で軽く楽しみたいもの。あなたの時計が5時を過ぎれば、ちょっとお気取りなイヤリングに変えてみましょう。さて、ウィークエンドはあなただけのもの？それとも、では、Have a nice weekend.
ると祭りの松明夏をめくまなさし二人は一目で恋に落ちたの旅人はいつもそれが起きてしまろう起きてきっとあなたは帰る街に帰り二度と来ない話はしないさ見つかれば怖い本気ならば本気ならば全て逃げて月が明く染まるよ Yeah!
のままで突破しました。電話を睨んだ、窓を開けた、夏の風がふわり来ないつもりだ、僕が好きなところっていろいろ人それぞれいるんですけれども、なんていうのか、自分っていうのはねすごく確かに持ってるから、猫みたいなんですよね。こっちがこう近づいてくとピュッて背を向けていっちゃったり、知らん顔してるとゴロゴロニャーってこう寄ってくるようなね、そういうところは面白いですね。よく言われるんですけど、世界中の女の人の中でね、ファッションモデルが一番コンプレックスの塊だってよく言われるんですね。それはもう綺麗で当たり前だから、おでこが狭いだとか足が太いだとかね、痩せすぎてる太りすぎてる何でもこう毎日言われますからね、もう本当にコンプレックスの塊なんですね。でよく週刊誌なんかで丸型の髪に合う顔とかメイク、四角いの三角逆三角なんてありますけど、ほとんどあれは嘘ですね。
撮影なんかだとやっぱり行って洋服を見せてもらってね、その日のテーマみたいのってありますけれども、そういうの説明聞いてからね、その範囲の中でどっちの方向に持っていこうかなっていうかね、割とナチュラルな服だったらナチュラルなまんまのヘアメイクするっていう手もあるし、またすごいこうナチュラルダイナミックな服にシックなお化粧をしちゃって、いろいろできるわけですよね。そのどっちの方向を持っていこうかなっていうのが、その時その時の僕のフィーリングっていうか、面白さを出せる点だと思ってます。